どうもこんにちは、ギャラクシックスのカズです。前回に引き続いてデメリットの話をしようかなというふうに思います。今日はこんな言うたらな、嫌がる人もいるんやけど、あえて言いますっていうので、今日は電子書籍のメリットっていう話を前回させてもらったんで、逆デメリットっていうのも絶対にありますというのでお話ししたいなというふうに思います。うちは紙の本を出版してて電子もできます。なので電子書籍のお問い合わせ、ご相談も受けるんですが、昨年から本当に問い合わせ増えたんですよ。あれどうなんですか、電子書籍っていいんですか、出しやすいですかとか、いい点悪い点教えてくださいというのが増えたんで、こんな動画を残させていただきます。興味ある方は最後まで見ていただけたらというのと、高評価ボタン、チャンネル登録お願いいたします。ということでも早速いきます。今日のトークテーマはこちら、出版への道2022年版電子書籍のデメリットというお話をしようかなというふうに思います。今日も5つ持ってきております。で最後まとめて終わろうかなというふうに思うんですけども、本当にこの間お話ししたメリットっていうのはあくまでメリット、いい点なんですけども、そこだけではなく、これ何の商品でもそうかな、紙の本にしてもそうか、何でもそうだけど、いい点もあれば悪い点、良くない点っていうのは必ずあるのかなというふうに思うので、そこをちゃんと今日はお話ししようかなというふうに思います。あくまで僕の価値観っていうのも入ってるんですけども、一般的にはそうじゃないかなっていうのが持ってきているので、本当に去年からかな、電子書籍出しましたっていう方めちゃくちゃ増えたんで、まあそういった意味で参考になればなというふうに思ったりもしています。では出版社が教える電子書籍のデメリット、1つ目、読めない人もいるっていうのが、出版しましたはいいけども、そもそも Kindle で読まないとか、やっぱ電子は読まない、紙がいいっていう方って割と多いんですよね。もちろん電子に慣れてる方であれば全然問題ない、その読者がなんですけども、意外と紙で読みたいとか、そもそも触り方がわからないとか、ダウンロードの仕方がわからないとか、どういう契約をしているのかわからないという方はまだまだ多いなというふうに思います。これは電子書籍が始まってもう長くなりますけども、ようやく認知がねされてきたんですけども、まだ触り方がわからないという方って結構いるみたいなんで、これは僕他社さんからちょっと聞いたんですけども、ここはまあまあデメリット出す側からしてのデメリットになっちゃうのかなというふうに思ったりもします。2つ目、人に渡しにくいっていうのはよく言われます。要は紙の本でしたら、出版しました、読んでくださいって渡せるんですけど、電子って渡せない、ないからこれは割と講演会とかをしたいと言われた方、うちのお客さんでね、で元々は紙の本をやってらっしゃってて、で電子も出されて、じゃあいざ出版パーティーとか講演会するときに、やっぱり便利なのは紙でしたというのを回答をもらったことが何度もあります。で別に電子も渡そう思ったらこう URL 渡したりとかできるんでしょうけども、なんかこう現物がないっていうのがメリットでもありデメリットになっているのかなっていうのが2つ目でした。3つ目、表紙レイアウト作業めちゃくちゃ難しいっていうのが電子書籍のデメリットかな、作る側とか自分が出せるっていう方のデメリットかなというふうに思います。意外とまあ簡単にまあできる人はできます、知識技量があればできるんですけども、本当にちょっと疎いですと、パソコンとかそういうの苦手ですっていう方は割と難しいです。もうね、0円で出せるとかがね、コストかからないとかって言いながら自分の時間を使うん で割と結構めんどくさい工程があったりとか、そもそも本として出すのであれば、まあなんて言うんだろうな、表紙やっぱり綺麗にするから売れるっていうのもやっぱりありますし、ページつけたりとか、レイアウトとかね、装飾、扉つけたりとか、中のね、1ページめくったところ、開けたところ、一章の頭とかっていう扉ってのは絶対つくんですけども、なんかそういうのってしにくかったりするっていう方は結構声を聞きます。自分でやってみたけど、あかんかったっていう方もいらっしゃるのが、ここデメリットなんかなというふうに思います。4つ目、構成作業が難しい。でこれ構成というのが、文章書いてね、書いた後に誤字脱字がないかとか、言ってはいけない言葉使ってるかとかっていう、そのチェック作業が必ず出版社は入るんですよ。ただこれ自分でやろうと思ったら、その知識がなければできないんですよね。だとすると、要は誤った表現をした本になってしまうとか、誤字脱字間違えた言葉が載ってるとか、いろいろこう僕らも出版社でやってる以上ね、僕らはそのチェック作業入るんですけども、一人でやろうと思ったら構成ができないと思うんですよ。でここで相談来るっていうケースもあったりします。5つ目、誰でも出せるから価値が少し下がってきた
っていう声はもらいます。要は誰でも出せるってなると、要は出版しました、電子書籍出しましたっていう値打ちが下がっていくというかね、みんなが出せるものってなってしまうと、ちょっとそれはまあなんか出しましたで、まあいいえ、めちゃくちゃすごいことなんですけども、なんかみんながしだすと、もしかしたらその価値っていうのが下がってくるんちゃうかなっていうのを、ちょっと僕別の出版社とこれも喋っていて、まあでもね、自分が好きにね、本当にちょっと知識あってパパッと作ろうとか、やっぱ読んでほしいし残したいし、じゃあ電子書籍でっていう場合は全然いいんですが、なかなか現物もやっぱないっていうのもあったりするんで、物がないっていうのもあるので、もしかしたらこの価値っていうところ、まあ、みんなができやすくなってくるとなると、もちろんその価値見え方とかは変わってくるのかなっていうのが、まあデメリットとして僕がよくお話しする内容かなというふうに思います。でちょっと今日はメリットデメリットお話をこの2本でさせてもらう、別に悪いもんでは決してないし、いいもんでもあると思っているので、なんかどっちの話なんて話なんですけども、なんかちょっと今日はそんなお話をさせてもらいました。と思います。電子書籍のデメリット、1つ目、読めない人もいる。2つ目、人に渡しにくい。3つ目、表紙やレイアウト作業が難しい。4つ目、構成作業が難しい。誰でも出せるから価値が下がりみたいなお話をさせていただきました。これも本当に今年も増えると思います。電子書籍出します、出したいですっていう方増えると思うんで、本当参考にしていただけたらというふうに思います。ということで、ギャラクシックスのカズでした。また。